はい、お願いします。こちらの声聞こえておりますでしょうか。はい、ありがとうございます。では、ですね、まず私の方から簡単に、イベントの紹介をさせていただきたいと思います。次のスライドお願いします。はい。で、先ほども、説明がありましたように、今回はですね、キザス様、そしてまたスタジオトンボ様を通しまして、JP の皆様の、産品を、アメリカの方に輸出しております。で、西海岸にあります、オレゴン州ポートランドというところに、この度新しく、日本食の、レストラン、寿司国というお店をオープンすることになりまして、そこの、オープンに向けて、数々の GFP の、産品というところを、輸出させていただいております。はい、レストラン今、中にいるんですけれども、内装はですね、スライドに示しております。ちょっと写真を参考にしていただければなというふうに思っております。はい、で場所はですね、スーパーやモールにこう位置するようなところに、ございまして、高級なですね、こう住宅街にも近いような立地となっておりまして、こういった方々にぜひちょっと日本の高品質なものを食べていただきたいなというふうに思っております。次お願いします。はい、でこれまでの、やってきたイベントなんですけれども、まず、今回のオープニングに向けまして、7月頭に六本木にて JFP 産品の方々のご商品の紹介というところをさせていただきました。で、今回がですね、スライド右側にある、まさにこの中継イベントのっていうところになりまして、オープンは明日からになるんですけれども、そこのオープンに向けてですね、皆様の、JFP のご商品ってところの試食をさせていただいたり、店舗の前で日本のこう餅つきですとか、こう着物を使ったような、そういったこう日本の文化を披露するような、ちょっとそういったオープニングイベントっていうのを、明日から開催させていただこうと思っております。はい、次お願いします。はい、でも最後に、参考までにっていうところで、7月の、冒頭、初旬にですね、開催した事前の試食会の様子を、ちょっと写真でいくつか載せております。はい、応募いただきましたさまざまな、皆様の商品を展示させていただいたり、シェフの方にこう調理していただきながら、この後ですね、ご紹介させていただく、オーナーの方にも、試食をしていただきまして、今回のこうレストランで使う、GFP 産品のこう選定というところを、事前の試食会で、行わせていただきました。はい、ではですね、続いてなんですけれども、ちょっとぜひ会場に今届けております GFP の商品を紹介したいと思います。すみません、カメラをですね、もう一つの、方にスポット当てていただけますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。今ですね、レストランに届いております GFP の方々の商品を簡単に紹介させていただきます。で、本当にいろんなものをですね、送っておりまして、はい、お酢ですとか、タレやだし、あとは、お醤油ですね、あとはこう木桶を使った、味噌ですとか、こういったクラフトコーラ、あとこうお菓子ですね、こういった、とろろや、海苔、あとはこういったこう椎茸ですとか、きりたんぽ、あとは、ごまさぶれ、さまざまなものを、ちょっと一部あるんですけれども、すでに、送っていただいておりまして、こういったものを使いながら、明日からのレストランで、使っていきたいというふうに考えております。ちょっと一部、料理したものを紹介させていただきますと、いぶりがっこを使ったいぶりがっこクリームチーズですとか、あとはちょっと味噌を添えて食べるようなきりたんぽ、こういったものをですね、明日からの、レストランオープンやイベント等で、出していきたいというふうに考えております。はい、ではすみません、ちょっと画面をまた戻していただけますでしょうか。はい、で、今回紹介はですね、以上とさせていただきまして、で今回のですね、この寿司国の、オーナー3名がですね、今回はこの中継で、ご登壇してくださるということになりますので、ぜひちょっとこの機会に寿司国に参加していただいている皆さんから、オーナーに対しての質疑応答のお時間とこのセッションは、させていただきたいなというふうに思っております。はい、ではですね、質疑応答に入る前に、ちょっと私の方から、3名の、オーナーを簡単にご紹介させていただきます。はい、ではですね、まず、こちら側から、はい、女の一人、まずミンゲスさんになります。はい、で、真ん中に、いらっしゃる方が、ジェフリーさん、で、左端にいらっしゃる方が、サムスンさんになります。はい、で今回ですね、プラスワンで、スタジオ、トンモの方の、はい、代表といいますか、グループの代表をしております川津さんの方にもご参加いただいております。
で皆さん、今回のレストランのオーナーの方々になりますので、例えばこう日本食の、現地の可能性ですとか、まあ、一消費者として日本の食材ですとか日本食に対してこうどう思っているのか、この食材ってどういう可能性があるのか、そういったところをですね、塾生の皆様からどんどんご質問いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では、時間も短いですので、早速ご質問があればチャットもしくはこう手を挙げる機能等で、言っていただければすみませんが、上村さんの方からこの方挙げてますよというふうに、はい、当てていただけますと幸いです。はい、ありがとうございます。皆様、ご質問ある方は Zoom の挙手機能かですね、もしくは画面で手を振っていただければ私頑張って見つけますので、皆様ぜひぜひご質問いただければと思います。はい、ありがとうございます。東和食品工業井上様、ではお話をお願いいたします。はい、音声入ってますか？あります。はい、東和食品の井上です。よろしくお願いします。オレゴンのポートランドの方は非常にアメリカでもこう前進的なっていうか、非常にこう先鋭的なこう街だというふうなイメージがあるんですけども、その中でそのこのコロナを経てこう日本食のレストランをオープンされるにあたって、私たち実は乾麺という干し麺ですね、日本のオーソドックスな、そうめんとかうどんとかおそばを作ってるメーカーですけども、こういった商品がこれから その新しいレストランメニューの中で、どんな展開というか可能性があるんでしょうか。やっぱり従来と違う新しい可能性ってどんなところにあるのかなっていうのをちょっとお聞かせいただきたいんですけども。ありがとうございます。じゃあちょっとすいません、翻訳をお願いします。 So what it seems that coronavirus is slowly disappearing. So, I mean, I think the world just will get used to live with it. So, I think because in Japan still the COVID is like high priority, but like everywhere else is like going really down. Like, yeah. They're not really worried. So, hopefully back to normal. What is the noodle? Ramen, but not ramen. Udon, soba.I like the udon. Okay, we like the udon, but we can try over here. Testing, yeah, need some testing. We like and maybe get some focus groups and see what the like response, because yeah. Like it's yeah, I think it's definitely possible to try it. It's something new. It's always good to try something. Yeah, we can see some ramen restaurants around. So I think it's acceptable with, well, I think the Americans, they like them. Mm-hmm. The ramen, noodles, things like that. Udon, they like that. Oh, okay. 僕の声聞こえますか？はい、聞こえてます。まあ、COVID、コロナに関しては、まあ、日本は今すごく感染も広がってて、センシティブになってると思いますけど、世界の中では少しずつその経済とうまく合わせていって前に進んでいこうとしているので、はい、ちょっとそこに関しては何ともこう言いづらいところはあるんですけど、ヌードルに関してですね、乾麺に関してそのラーメンというのはやっぱり有名で、日本のラーメンというのは人気もあるんですけど、ただこう見たことないものであってもそれに対して僕たちはこうトライアンドエラーを重ねていてですね、ローカライズしていく部分もありますし、日本の乾麺のそのままの味を受け入れられるという可能性もあると思うので、まずそこはトライをしてみようかっていうふうに思ってらっしゃるということですね。質問続けていいですか？そういうヌードルを、まあ、例えばラーメンなラーメンヌードルをプレゼンテーションする場合に、結局日本人がラーメンといったらやっぱスープのラーメンを想像するわけですね、丼鉢に入った。でアメリカの方がラーメンのヌードルを今度なんかこう新しいチャレンジをしようと、トライアンドエラーでもやってみようと思うんだったら、どんなメニュー展開がイメージされますか？
まずあるとすると、あったかい、あのまさによくあのイメージされるラーメンっていうのは一つ、はい、試してみるものとしてはあのやれると思うんですけど、まずはい、例えばそのつけ麺のようなものとか、うん、冷たいヌードルのようなものはあまり食べないというふうにも伺っているんですね、はいはい、でただ あまり食べないから文化としてもうやめとこうということではなくて、そこはもうプレゼンテーションしてみようと、あ、はい、でそのもしかしたらこんな食べ方あるんだというので受け入れてくれるかもしれない、うん、で受け入れてくれた場合にはもう完全なフルオーシャンでもう独断の場になるので、それはもうやってみるしかないなと、うん、はいはい、なのでその辺は今回例えば納豆の乾燥してる納豆を送ってくださった方とかもいるんですけど、はい、納豆はちょっと不得意だなと言いつつちょこちょこと食べてくれるんですね。あ、じゃあ乾燥するといけるよねっていう感想をもらったりもするので、あ、なるほど、ね、はい、それをこうなんかメニューを、かなり当ては作っていきますけど、でもできるもの、特に日本の中ではこういう食べ方してますっていうのは、はい、まずはオーセンティックなものを出していこうっていうふうに話をしてます。はい、ありがとうございます。まあやっぱりこう日本の良さをこう現地でね発信していただいて広がっていくっていうのが一番こう理想とするところなので、ぜひとも今後ともお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと続きまして、そしたら、私の方でチャットでコメントが確認できました。ここから拾って紹介させていただければなというふうに思います。はい、ではですね、阿蘇自然の恵み本舗の山口様からちょっと来ている質問、ちょっと上からで失礼しますが、紹介させていただければと思います。お菓子がちょっと先ほど棚の方でありましたけれども、お菓子のこう好まれるトレンドですとか価格帯を教えてくださいと、ちょっとご質問をお三方にしてみたいと思います。あ、それというのもお菓子のそもそものトレンド、Yeah, like in US, people like bigger packing. In Japan, everything is small. So for snacks, I think the portion should be bigger. Okay, I think we can import some more kind of snacks. In yours, not many kind of snack here can choose. Well, I'm sure Americans do have a very big snack market because people, they like watching TV spots and then they keep on eating and eating snacks from big bags, big packaging. Yeah, big packaging is important. なんかまあ価格帯でいうと今その円安になったりしてすごくアメリカの中でも物価上がってるので、高いものでもテイストが良くて好みに合うんであればお金は出して買うような人たちは多いですね。で、そのお菓子のパッケージ、やっぱり こっちの国の人たちは大きいものが多いので、すごく小さなもので小分けにされているというよりは大きなもので、量として満足感があるっていうのは一つ重要かもしれません。あとトレンドとしては、まあ、テレビ CM とかそういうのも含めて、広告を打ちながらですね、で、さまざまなたくさんこうスナックとかはあるので、そのあたりをこうどういうふうに取捨選別させて差別化するしていくかっていうところもあるので、やっぱり日本の、まあ、食品でいうところの例えば抹茶を使っていますとか分かりやすい、アナウンスができるようなものとか、そういったものはトレンドの中には入りやすいかもしれないですね。はい、山口さんは今日はいらっしゃいます、いかがでしょうか。今のご質問を受けて何か追加であればぜひと思いますけれども、ちょっと微動が出てこないんですが、ご回答ありがとうございます。弊社ではクッキーを開発したんですが、グルテンフリーでビーガン対応のクッキーを開発しました。そういったものは受け入れられるのかなと思って質問をいたしました。
オーガニックな産品で、グルテンフリー、グルテンフリーは産品。So what do you think?パーフェクトキーワードだそうです。はい、グルテンフリーや、オーガニックっていうのはここではパーフェクトなキーワードというふうにご回答いただいております。ありがとうございます。ぜひ何らかの形で試食をしていただけるように提案をさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では、続きまして、株式会社岩木用の岩崎様からのご質問で、人気の寿司ネタを教えてくださいと。はい。Okay, so, もう一つ言います。Do you like the sushi? What kind of sushi? Salmon or tuna or something? So, what is favorite? Probably like it would be tuna. Yeah, tuna would be my favorite. Yeah. So maybe.Tuna, hotate, engawa, unagi, anako. Cannot remember. Well, I like a scallop. Yeah, okay. Yeah. Okay. So the most famous sushi format.Some other ingredients, previous people, salmon or tuna. Well, I guess salmon and tuna. Mostly here, US people like the Akami. Akami, yeah. Yes, they only can get the Akami. They cannot get the Chutoro or Toro. It's hard to get here.Hotate, they just using some very frozen, maybe from Mexico. It's not from Japan. The quality is bad. So I think the unagi mostly is from China, but the very thin is not really so tasty. So maybe import from Japan is much better. なんかやっぱりそのツナとかサーモンとかその辺のものはすごく良くて、中にもホタテはお二人のさ、サーマスさんとジェフェリーもホタテはすごく好きだと。で、メキシコから来てるような凍ってるようなものもあるんですけど、やっぱりなかなか彼はよく日本にも行ったりするんですけど、なかなかそういう新鮮なホタテに比べるとやっぱ味は落ちてしまうところがあって、その辺はこう他のネタでもそうなので、特に赤身とかホタテとかそういう人気のもので、新鮮なもので美味しいものがあるとみんな喜ぶんじゃないかってことですね。はい、矢崎様いらっしゃいますか。このような形でお答えになっておりますでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。で、スタイルなんですけれども、握りではなくてカリフォルニアロールのようなお寿司がやはり人気なんでしょうか。なんかカリフォルニアロールやっぱり人気で食べやすいのもあるんですけど、やっぱりこうソースの味になるんですね。で、海苔を外側に巻かずに内側に巻いて、でほぼもうソースの味なので、あとはこう中に揚げてる天ぷらが入っていたりとか、つまり食感が変わるっていう感じなんですよ。なので日本人からするともしかしたら全部同じような味に感じるかもしれない。全部ソースの味に感じるかもしれない。中にはマンゴーとかが挟まってたりするものもあるので、どっちかというと食感とか香りみたいなものの、楽しみを、ソースと共にされてるかもしれなくて、日本のようなちょっと繊細な、寿司ネタと、寿司飯の味とかっていうのを楽しむということよりは、もう少しエンターテインメント的に楽しむっていう要素が強いかもしれないですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ではちょっと続いて次の質問に移りたいと思います。はい。ではですね、次なんですけど、味噌や、日の出国際工房の楠本様からのご質問をご紹介したいと思います。味噌ですとか酢とその他のこの発酵食品は、自然なものであるほど、賞味期限
内であっても温度の関係でどんどんとこう発酵が進みこう変化が変色をしていくと。で、保管、それを抑えるためには、冷凍させるのか、保管も、冷蔵保管にするしかないので、そうなるとコストがこうぐっと上がってしまいますと。でそのあたりアメリカではどのような対応がされていますでしょうかというご質問をいただいております。なるほど。なんか僕たちもこれからやるので、はい、まだその辺の保存の方法とか、ストックをどういうふうに持つのかとか、ロスをどうなくすのかっていうのはまだこれから試していくんですけど、基本的にはやっぱこうビジネスとして考えていくので、なかなかこう足が速すぎるものとかになると、輸送中にどうなるんだとか心配もあるので、そこはでも何とも解決していきたいなと思って、日々オーナーのみんなと話をしているというところですね。ありがとうございます。スマート様もいらっしゃいますかね。はい、こんな形でご質問の回答になっておりますでしょうか。ぜひよろしければ。はい。はい。ビデオ。はい。ビデオスタートできないんだけど。あ、これだけでも大丈夫です。はい。大丈夫？うん。はい。そうですね。まあ結局特にですね、赤道直下、まあ、アメリカであればテキサスとか、まあ、フロリダとか、まあ、暑いとこですよね。だから今の発酵食品の変色の問題は、まあ、僕らでも東南アジアとか南方系に出した場合にいつもこれ問題になりまして、なかなかそれがネックになって大きく販売することが難しいんですけど、まあ、アメリカの場合は、まあ、中部か北の方は結構、まあ、日本と同じような気候ですし、寒いですし、それほど問題にはならないではないかと思うんですけど、やっぱ南部の方はね、当然その温度によるその発酵の進行とそれによる変色っていうのは絶対出てきますんでね、まあ、レストラン等で使う場合は少々変色しても味自体は変わらないのでいいんですけど、まあ、いわゆる小売で販売する上ではもう変色すると消費者やっぱり嫌がるので、賞味期限以内であってももう売れなくなるっていう問題が出てくると思うんですね。だからその辺の問題をどう克服していくかっていう、まあ、これは日本食の輸出においていつもこの物流および保管の問題が全ての食品において引っかかってくるんですけど、まあ、それも大きな目で見るとその中の一環としてね考えるべき課題であろうかと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではちょっとすみません、かなりたくさんご質問いただいておりますので、ちょっとまた次に進ませていただければと思います。で、次はですね、丸米様からのご質問でして、日本では甘酒は飲料、まあ、飲み物としてだけでなく、砂糖の代替としてこう調味料としても使われるようになってきていますけれども、こういったこう使われ方の可能性っていうのはございますかというふうに。なるほど。はい、I think I'm not sure what is that, but I think anything we can probably try for it, we're trying to promote for something. Educating, because like, yes. You know, educating is okay. Like, because I mean, the Italians, they use wine for a lot of dishes, so it's the same thing. Like, basically noodles, a lot of Asians, they don't like any Western food, but they okay with one. It's Italian noodles. So not Italian, spaghetti, sorry. So, you know, so, and I think cooking with wine is normal. Need to like, do more promotion, yeah. More education. Yeah. So can work on that one. Yeah, maybe we put some sake inside the chocolate. It's
you have chocolate, but then inside, then you have some sake, small, small amount. And that's doable, right? Ah, okay. Yeah. なんかその甘酒を使うにしても、もうそれはもう、どういうふうにプロモーションをして、どういうふうにその教えていくかっていうことにかかってくると思うので、例えば、日本では甘酒とか、まあお酒もそうですけど、こういうふうに使って料理が、より深くなってですね、美味しくなるんだみたいなことをどううまく伝えられるかっていうことで、そういう使い方をみんなが分かってくるんじゃないかと。で、そこに可能性があるんじゃないかと。まあそれはイタリアで例えばワインで、パスタを作るのもそうだし、ウイスキーボンボンみたいにチョコレートの中に、お酒が入ってるのもそうだし、それがこう、今ないからできないっていうんじゃなくて、ちゃんとエデュケーションしていきながら、トライしていくっていうのがいいんじゃないかなっていうことですね。ありがとうございます。はい、丸込さんはいかがでしょうか。ちょっと時間もあれなので、もよければ最後にコメントいただければと思います。はい。ありがとうございます。大変貴重なご意見いただきまして、またそちらでも試してみていただけるとすごくありがたいです。お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとそうしましたらですね、すいません、ちょっとかなりご質問いただいてるんですけど、最後にちょっと時間の関係で1問だけ振らせていただければと思います。ちょっと手を挙げていただいていたので、ちょっと気づかなかったんですけれども、島から食品の、はい、ご質問を拾いたいと思いますが、今ちょっとマイク、カメラオンできますでしょうか。はい、これで入りましたでしょうか。あ、はい、入りました。すいません、もう少し大きい声でいただけると助かります。はいはい、すいません。聞こえますでしょうか。はい、大丈夫です。すいません。私、島から食品の中島と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ポーランドの方たちっていうのは、日本食の味についてどのぐらい認知されているのかなっていうのが一点あります。そして、実を言うと、後ろに見えているタレ、ブシテリタレっていうんですけれども、うん、そちら商品これですね。いただきました。はい。ありがとうございます。そうだ。すみません。ありがとうございます。そのタレなんですけれども、魚介にもよく合うんですけれども、ポーランドの方たちは、魚介を使った焼き物だとか、刺身、そういったものって食べられるんでしょうか。もう一点、わさびっていうものをそちらの方は食べられるんでしょうか。特にそのブシテリタレはわさびとの相性もいいので、海鮮丼みたいなものっていうものはポーランドの方たちは食べられているんでしょうか。沖縄から作って輸出しているタレです。沖縄はご存知でしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと訳して、すみません、一旦あれですね、ちょっと予約してる間に、じゃあアメリカのポートランドの皆さんという形になりますので、そのアメリカの方々のご意見というところで、そこは大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい。はい、じゃあ皆さん、沖縄ご存知です。宮古島。宮古島。So, he make this product. Okay.So this product, the matting, the wasabi, wasabi the good combination. So what do you think? Wasabi is US people don't like or like. Like. They like soya. Very like. ものすごく好きみたいです、わさびは。なので、わさびに合うとなると、こういう、まさにその、お作りになられているようなものとかのマッチングがすごく良ければ、それはすごい合うと思います。もうぜひ、海鮮丼にして、ポキ丼のような海鮮丼にしていただければ、ものすごく美味しく食べれることができますので。はい。So, talking about, you said that, all with a lot of, sashimi, is it good matching? Yeah, 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 yeah.And boil the fish is boiled, and the sauce using the so good taste, good smell. So it's for boil, it's not for sashimi? Not for sashimi, yeah. For sashimi, yeah. So what do you think the boiled fish? Okay, boiled fish, I'm not too sure how to cook them. Mm-hmm. But in America, I don't see too many kaisen don. I don't see many don here.
but I think we will do something similar, more closer to the Japanese culture. So we can try this one. Mm. Yeah, because mostly Americans, if they go to the Japanese restaurant, they expect not boiled fish, fresh fish. It's like, you know, the way you imagine. So kind of. Of course, making more good taste is our target. And serve a customer with memorable food taste is important. Okay. その例えば焼き魚とかもそうなんですけど、特にその海鮮丼はあんまり、アメリカでは、多くないんですね、今のところ。で、それはおそらくその新鮮な魚が入手できないっていうこともまだまだあると思うんですけど、ただそこに可能性があるので、その魚をしっかりとフレッシュな魚を仕入れて、でそれにまさにこういう日本の味が凝縮されているようなものを使うと、もうそれだけで絶対人気になれるはずだと。なのでそこに向けて一生懸命やっていきたいっていうところです。あとはそのオペレーションがすごく、簡単になってくる部分っていうのはすごく魅力的で、まあ、位置から出汁を取って時間をかけてやるっていう日本のスタイルではなく、例えばこう、もうすごい味が凝縮されていて、これを使うことでおよそどなたでも同じような味がどこでも再現できるというのはものすごくメリットになるんじゃないかなというふうに思うところがあります。ありがとうございます。ぜひいろんな食材で試してみてください。よろしくお願いいたします。安嶋さん、ありがとうございます。はい、すいません、たくさんご質問いただいているんですけれども、時間も押してまいりましたので、一旦こちらの質疑応答は以上とさせていただきます。本日は皆さんありがとうございました。